ガールズバッチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊。最初のコーナーはバッ少女見簿、私しっとっちゃん。今日スタジオにいるメンバー2人がこの1ヶ月の間にバッ少メンバーに起きた珍事件の目撃情報を紹介します。はい、では私上田理子からいきます。はい、バッ少女見簿ファイル111、おセール。はい、うん、これなんですけど、はい、私リルアちゃん、メンバーのリルアちゃんと同じセーターを持ってまして、うん、お揃いなんですけど、うん、それをその、まあ、私が実際に買った次の日くらいに着て行ったんですよね、うん、はいはい、どっか遠征行ってたのかなって着て行ってて、うん、そしたらリルアちゃんが、あ、それお揃い持ってますって言ってくれて、うん、あ、そうなんだ、じゃあ今度一緒着ようねって話してたんだけど、うんうんうん、その後なんか配信の時に一緒の、うん、そうだね、そう、偶然一緒になった日があって、うんうん、でその時にそのリルアちゃんが、それセールで買ったんですよねってリコちゃんはって言ってくれたんだけど、その私はなんていうの、こうすごい気に入った服があった時にあんまりこう値段に左右されたくないなと思って、うんうん、そう、気に入った服の時はもう値段とか見ずに買っちゃうタイプなんですけど、うんうんうん、そのセールだったっけっていう見てないからねそう感じになって、まあ、別に否定するまでもないから、うん、そうなんだよねって言ったんだけど、うん、セールだったっけと思い始めて、うん、で多分なんだけど、私とリルアちゃんが買った日の、うんうん、その間っていうのは多分2週間くらいしか差はなくて、あんま空いてないんだ。そうそう、うん、でセーターが結構分厚めだから、私もなんかこう上に着れない時期になると着れなくなるじゃん。そうね、そうだから、まだちょっと暑いかなくらいの時期に、うんうん、そう着ていったんですけど、うんうん、そう、そういえばどっちなんだろうっていう。しかも秋服とか冬服って結構境目難しくて、うんうん、そうね、そう、どこからセールになるんだろうっていうところもあって、うんうん、そうだからちょっと今後はちゃんと値段を見て、そのそうだよって自信を持ってセールかどうかにね、そうそうそう、言わなきゃいけないなと思いまして、そうなセールだったらラッキーだなくらいに思ってます、うん、あ、なるほどね、ちょっとね安くゲットできてたらラッキーだなと思いながら来てますっていう話でした。はい、じゃあ続いて私春のキーナー行きたいと思います。バッ少女見簿ファイル112、未然に防ぎます。お、はい、事件簿のコーナーですけど、はい、まだ事件起きてないです、今回。防いでるんだよね、一旦一旦防がれたんですけど、うん、はい、去年ね、うん、このコーナーでもいっぱい話したと思うんだけど、うん、私たち衣装に食べ物を、はいはい、たくさんこぼしましたね、はい、たくさんこぼしました。本当に何度もこぼしてしまったんですよ。もう本当に申し訳ない、これは。それもあってだから、そのリリーベの待機時間もあんま食べないのよね、うんうん、そうそうそうそれを恐れてね、そう、そう、いろいろ気をつけてるんですけど、はい、その去年のそれを受けて、うん、私たちはもう来年こそは、2024年こそはそんなことはしないぞと、しないね、もうみんなで誓いました、はい、のでですね、それに向けてというか、はい、対応して、うん、素晴らしい動きをしていたメンバーがいたので、はい、ここで紹介したいと思います。はい、最年少のみゆちゃんなんですけど、はい、してましたしてました。まあ、でも子が一番こぼしがこぼしてましたでもあるので、はい、偉いなと思って見てたんですけど、うんうんうん、まず家からタオルを持参します。おお、しかもちょっと大きめですみゆちゃんはそれを、はい、この首元から膝までかけて、うんうん、すごいね、もう完全防備ですよ、はい、もうほぼだからバスタオルみたいなの持ってきてるってことよねそうそうそうなのかみゆちゃんがちょっとちっちゃいからどっちかわかんないですけど、まあ、こう綺麗に覆って、いやでもマフラータオルがさそう見えることなくない確かに私はそう見えたんですけど、バスタオルぐらいだったと思うんですけど、はい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 、それをかけてね、うん、その上でこうお弁当を持って食べてたわけですよ、うんうんうん、あれは素晴らしい行いだと思うので確かに偉いね、ちゃんと、はい、まあ、私もこぼしたことがありますし、はいはい、リコもあると思うんですね、はい、ありますね、すいません、まあ、やっぱり今年はその事件を起こさないっていうスタイルで、かだから、うん、事件があるからずっとこの毎週ね、うん、事件があってるじゃない、私たちに。あってます、あってます、これがだから全部防がれましたよって話になっていくかもしれないから、うんうん、そうか、だからこのコーナーがそう隔週とかにそうなっていくかもしれないとかもう防止法みたいな、そのそっちに向けてね、そうそう、そっちのアドバイスができるようになるかもしれないから、うん、それは成長ですよね。そうだよね、うん、そうだからちょっとそれを、はい、狙って今年はそれを目指して、はい、もう衣装にこぼしたとかいう話はしない、ここではね、もうないですよ、はい、聞き納めそうですねじゃあちょっと私たちも頑張って、はい、持参して食べとかね、はい、絶対こぼさないんだから、はい、頑張りたいと思います。頑張ります。以上、バッ少女事件簿私しっとっちゃんのコーナーでした。
ズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊。続いてはこれが私のマスト隊。出されたシチュエーションに私たちメンバーがマストと思うものを答えて、その理由を発表します。では箱に入ったお題を引いて早速答えていきましょう。はい、いきますね。はい、お、ラジオネームバケちゃんさんからです、うん、ありがとうございます。寝坊した時の言い訳遅刻じゃなくてね、うん、寝坊した時の言い訳、うん、オッケーはい、はい、ではラジオネームバキちゃんさんから寝坊した時の言い訳、はい、私のマスト、 マストせーの、あ、すごいいい夢で忘れちゃってあの続きが見たかったなっていう感じですね。ちょっと聞こえなかったんですよね、はい、さあ、はい、皆さん、私は、はい、まあ、どうしても眠くって、うん、寝落ちしちゃって、あのアラームをかけ忘れてしまった。確かにっていうのがやっぱそれだわ、マストそれだ絶対これやっぱり、うん、マストだよね、はい、一番王道かなとですね、はい、私なんか見てた夢がすごい良くて続きが見たいとか言ってたんですけど、多分そっちが正解、うん、こっちですか、うん、正解いただきました、はい、皆さんそれを使ってください寝坊しないでくださいね、はい、はい以上これが私のマスト隊でした。バッテン少女隊のバッテンラジオ隊は毎週月曜日夜11時30分から RKB ラジオで放送中。聞いてください。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組、我思うゆえに我あり。ぜひお聞きください。